始まりました。 PS ストアで配信されるいろんなゲームをランキングしちゃう PS ストアゲームベスト10。今回も特別企画、2012年年間ランキングをご紹介。まずはニューゲームから。ナンバー10、多くを語らず想像力をかきたてる果てしない旅があなたを待っている、風の旅人。ナンバー9、勢いは今年も止まらない、ジョジョの奇妙な冒険未来への遺産 HD バージョン。そして時は動き出す。ナンバー8、超高速のハンティングアクション、ラグナロクオデッセイ。ナンバー7、日本ゲーム大賞に輝いた新感覚の重力アクションアドベンチャー、グラビティデイズ。ナンバー6、電子の歌姫がプレイステーションビータに降臨、初音ミクプロジェクトディーバ F。 ナンバー5、狩猟ブームはまだまだ続く、モンスターハンターポータブルサード。ナンバー4、参加作品は最大級、第二次スーパーロボット大戦 Z 再生編。ナンバー3、人類が姿を消した東京で動物たちの生存競争が始まる、東京ジャングル。ナンバー2、謎解きと冒険が密接にリンクする新機軸ゲームシステム、ペルソナ4ザ・ゴールデン。ナンバー1、オールガンダムここに集結、 SD ガンダム G ジェネレーションオーバーワールド。東京ジャングルという響きすら懐かしく感じる年かな。続いてゲームアーカイブスランキング。ナンバー10、竜と人と運命の時空を超えた戦い、クロノクロス。ナンバー9、見習い召喚師の旅の行く末はサモンナイト2。ナンバー8、星の命を救う大冒険が幕を開ける、クロノトリガー。ナンバー7、現代の高校生が異世界へと召喚される、サモンナイト。ナンバー6、新旧問わず大人気シリーズ、スーパーロボット大戦アルファ。ナンバー5、クリスタルに込められた真の意味とは、ファイナルファンタジー5。ナンバー4、魔法が消えて機械の力によって蘇った世界、ファイナルファンタジー6。ナンバー3、平和を脅かす魔女との壮絶な戦い、ファイナルファンタジー8。ナンバー2、絵本のような世界を舞台に冒険が始まる、ファイナルファンタジー9。ナンバー1、世代を超えて大人気、ファイナルファンタジー7インターナショナル。2013年は私はどんなゲームをやるかな。両作ゲームがせめぎ合う PS ストアゲームベスト10、またね。